はい、それではね、確認してきました。おそらく次が最後のボスです。ね、水没した礼拝堂からね、ここにたどり着いて、ここのボスでラスト。ということでね、ここから、行くぞーで、ということでね、いろいろ探索が漏れてたみたいですね。割とね、ここは探索した気がしたんだけど、どうやらしてなかったみたいなんで。で、ここ。で、ここを右に。もう一個置くか。こっち、ね、単純に気づかなかったっぽい。うん。来た覚えないわ。単純にそこの道に気づかなかったっぽいね。なんでボス前にちょっと探索入るかな。正方処刑もね、これ何が増えたか教えてくれないからきついんだよね。この打球嘘つきが。行くと死ぬ。まあ、ここかな。単純に、ここのね、通路気づかなかったっぽいね。で、下かな、うん、ここ行く場所ねえなと思ってたんだよ。割としっかりね、探索はしてるつもりなんだけどね。だいぶ下に行くな。よし。はい、ということで。ね、新しい祝福からの、ここの、まあ、ボスで確認して調べてるんだからね、ボス何かもう知ってんだけど、上質もしくは炎が良さそうな感じ。多分出血はしないと思う。250と270ぐらい、280と280、うん、こっちの方が強いな。そうそう、さっきの鐘楼のゴーレム倒した霊薬さん、何手に入ったんだっけ。これか。呪いを浄化する、これかな、先手に入れたの。スタミナ消費ゼロはえぐない。無限攻撃できるの？そういうわけでもないの？一瞬だけ？ 10 秒だったらきついけどね。1分とか3分だったらえげつないぜ。ということで、まあ、炎にしました。と結構落ちてるね。なんかあんのかな、見てみる。なんで死んだのか全くわからない。なんか戦ってるね。飲むか。よし、とりあえず駆け抜けよっか。さあ、何が来る。何も来ねえじゃん。なんで死んだの。これがわからない。物理が有効。何これ、投げるアイテム、ここだね。これか、消費アイテム。人身につけることで祝福。消費すんの？大ルーンの恩恵。ようわからん。あ、もう一個。あれ？ここに来るまで特に死ぬようなことなかったけど。あ、NPC イベントか。そういうことか。NPC イベントがあったのか。もう俺ラダーンまで倒しちゃってるから NPC イベントが消滅してるのか。はい、ということでね、ここが大ボスの中で倒してない最後のボス。 NPC 系ボスもおそらく全部倒せてる。もしかすると小炉のゴーレムぐらいが1匹ぐらい漏れてるかもしれないけど、もういいかなっていうことなんでね、こいつ倒してね、エルデンリングの DLC 終わりたいと思いますんで、さあ最後の準備ということで、物理カットと物理外カットをとりあえずね、正直よく分かってないんで、この2つプラス、まあ、全部上げるやつ、重量上げるやつ、で、炎剣。明かりはいらない。これもいらない。馬は、まあ、一応持ってってみようか。1回目だしね。さあ、馬は、読めるか？読めない。そしてこれは別に毒でもないな。じゃあ馬もポイッといくぞ。一発で倒してやるぜ。はい、ということで、まあクミかな。ハゲジュの化身さんです。そんなに強くないな。むしろ弱いまであるけど大丈夫？おそらく俺の最後のボスだぜ。おお、ひまわりの倒しやがんなこいつ。なんか3回復活するらしいんで、動き早っ。動き早っ。ちょっと機動力違いすぎやろ。いばらー。出血あるね。ちょっと、近寄る手段がない。もろいね。もろ。2回飲まなくて。出血ダメージがちょっと怖い。顔に攻撃するとメリメリダメージが入る。ロックオンは顔だけですね。はい、ということでさっと2回目終わりそうだね。3回目ラストかな。ラスト爆発して、ラブできるしあれなんか疲れてるよ。ちょっとねこれはこう距離をほっ近づけ。頭じゃなくてもダメージって出る。なんか新しいパターン入るわけじゃない。体力が高いじゃない。ちょっと体力がないぐらいだね。普通にガードできるんだ。むしろ何これ枯れる直前みたいになってんじゃん。ガードしてボフって打ってきた。いってーそれは予想外でした。致命致命はない。あれ初見で倒しちゃう、初見で倒しちゃう。さよなら最後の一撃は悲しい。初見で倒しちゃったミケラのダイル。はい。ということで、ここは、道を見つけられなかっただけです。ね、一応 DLC のボス一覧見た感じ、これで全部のボスっぽいので、ね。エルデンリング、ね。DLC、ね。これで終了になるかと思います。まあもし、ね、漏れてたりしたら、追加でおまけが出ることがあるかもしれませんが、一応俺の中では全部いったかなと思っていますので、ね、これで終わろうかと思います。と思ってんだけどね、うん、まだね、ここだけ行けてないんで、ここね、ここ。もしここに行くルートがあるんであれば、もう1パートぐらい追加されるかもしれませんが、ね、わかんなかったら今回で終わりです。まあ、最後の祝福を点灯させて座り、ちょうどね、レベルアップが、ね、生命力、筋力、技量、オール60のね、器用貧乏ということで。ね、まあ、これで終わりになる可能性が、高いのでね。それではね、これで、エルデンリング DLC 終了とさせていただきます。ね、最後まで見てくれた方はお疲れ様でした。それではね、また次のゲームでお会いしましょう。それでは、さようなら。バイバイ。はい、先ほど終わりの挨拶をしましたが、ちょっと攻略で、ここ行けるか調べたところ、行けるみたいなんでね、ちょっとおまけで言っときます。ね、ここからこう行って、こうやったら抜けれるらしいのでね、行きまーす。はい、ということで、ここから、馬が出せない。ここを行って、この辺から左に行くと。ただ、ボスはいないっぽいんでね、まあ、ささっといったおまけみたいな感じになるかな。で、ここを左に行く。本当だ、ある。ないじゃん。あるのかないのかはっきりし、おっと上かここか。犬もいる。ねえ、これめちゃくちゃ序盤のとこなんで、コウモリ。気づかなかったですね。お、祝福も発見。とっとと座ってリセットしたいね。はい、ということでね、こちら座る、ね、崖路の終わりなんて読むんだろうね。ということでね、ここの上にどうやっても行けないなーっつって、この辺をずーっと走ってたんだけど、こうだったね。うん。で、あとここと、ここ行ったら本当の終わりかな。ということで、あー、こいつもこんな早く会えたんだ。チッスチッス。犬もいるじゃん。こんな近くに来るまで気づかないんだったら。価値ねえな。ということで、現在炎だけど、まあ、わざわざ変えなくてもいいかな。じゃあ、馬乗ってとっとと。さあ、あとね、探索しきって。終わっちゃいましょうかね。池です。お、なんかある。ちょうだい。礼拝。ああ。そういえば何個あるんだろうね。キート礼拝。あれ？来なかった。うん。めっちゃ近い。割とガバだよね。足音とか消さなくてもこいつら。うん。これさ、下見てるだけなんでね、全然気づかねえんだよな。おわ、雷のやつか。雷のやつもこんな早く出たんだね。で、開始地点の獅子舞行くより先にここ来れるからね。道さえ気づけば。まあ、気づかんかったわけないけど。むしろクリアまで気づかんかったわけないけど。すごい声した、今。NPC 系のボス1匹ぐらいいるかな。多分全部倒したと思うんだけどね。お、絵画がある。いただきまーす。絵描きのボロ屋。進行。出発進行だ。お。ん？この教会初めてか。いけんのか？降りるルート。飛び降り。生きてる生きてる。やめろイノシシ。今、白い人飛び降りたけど生きてたね。っていうか、別にそこから飛び降りる必要ないな。あるじゃん。もっと安全なルートあるじゃん。ネズミを、このサイズのドブネズミいたら嫌だよね。うわ、びっくりした。びっくりした。なにお前か。久しぶり。俺を、1回目俺を殺したやつじゃねえか。攻撃が全く当たんないんだけど、向こうの攻撃も全然当たんないんだけど、俺のこの DLC のファーストデスした相手じゃないですか。めぐみの教会、めぐみちゃーん。まああれですね。あれそんなのあった。めぐみの青しずくタリスマン。FP ゆっくり回復はめちゃくちゃ強いんじゃない？探索するときこれ装備してりゃ、ね、FP 型だったら、まあ俺は FP 型じゃないんでいいんですけど。かなり嬉しいアイテムだよね。制約騎士装備一式。パタ。パタ、ゴルフでもやっとけ。そして、あ、これ来たとこじゃん。一番初めのとこじゃない？これはかなり美味しい装備だね。FP 型の人は早めに取りに来ましょう。探索するときにね、FP 気にしなくてよくなりそうだね。ああ、ここ。一番初め俺を殺してくれたのは、この正面にいるやつだね。うん。で、ここやな。いやー、ということでね、ここはとっとと来とくべきだったね。うん。しょうがない。しょうがないんじゃ。じゃあ、ここに戻って、ね、あとこの辺行ったら終わりかな。では、うまっ。なんか攻撃されてる。浮いて犬。出る。結構いるね。めんどくせえのが。で、さっきのとことは違うね。地図見れないからちょっと分かってないけど。おーということでね、戦妨害？まあ滅びた町が一つ。よし。ゆっくり探索するなら全くしないとしんどいかな。よっ、ナイスジャンプ。まあ一番上ぐらいにちょっとレアアイテムぐらいがありそうな感じ。割と追ってくるね。この先安全などない。あいつも来ねえな。まあ一番上まで行こう。お、血があるってことはなんか強敵が、おっと危ない、いるな。いる、割といるな。うんうん、あー、いるな。めちゃくちゃいるな。びっくりした。しまった、眠るやつ使っちゃった。あんまり弾ないのにもったいね。毒の方がいいわ。あ、でもここほら再開ポイントないこれ。素手じゃねえか。別に無視してもいいんだけどね、うん、まあせっかくだしやるかって感じですね。ちょっとこれレアやなんで、こんなんもったいないので使ってられない。えっそれ高速攻撃だった。正面から、ね、おい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 、ダコじゃねえか。ちょっと強化個体かなって思ったんだけど、右が有効だ。なんかある。お、センキューセンキュー。いろいろないけどね。ああ、終わりっぽいな。ラストっぽいな。お、さあタリスマン何だ。外なる神の伝承。これか。神秘を高める。5増えますね。なんだってこのゲームは神秘とかを登録した後に落ちても外れなくて使えるんだっけ。だとしたらその分節約できるみたいな。つってももうレベルがね、別にレベル上げする気もないからな。せっかくなんでね、散策は し尽くしときましょう。ローリングがある。ああ気持ちいい。ということでね、ここ気になってたところも探索が終わり、うん、はい、ということでね、こちら、ね、こことここ、そしてここと絵描きね。うん、そうだね。パッと見た感じいってないね。この辺もまあ結局なんだかんだで全部回ったんで、高校のゴーレムを倒したよね。で、この上ルート、ね、ここルート。で、山。で、廃教会にミドラーのところ。ミドラーのとこどこだ？ここか。で、ここ。で、ここは、ここだったね、牢獄。もしかすると1個ぐらいね、近墓地あたりが漏れてるかもしれないけど。うん、そうだね。はい、ということで、ね、今度こそ本当に、完了ということでね。それでは皆さん、ね、最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではね、また次のゲームでお会いしましょう。ね、それでは皆様お疲れ様でした。さようなら。バイバイ。